こんにちは、吉田さん。なんか昔コンフォートゾーンかコンフォートゾーンを抜けろみたいな話があったんですけども、それはですね、どんなことでも、しばらくやってみると慣れていくんですよね。で、慣れていて結構意識せずに毎日の業務ができてしまうってことがあります。そうなった時にコンフォートゾーンに入ってるから、それを抜けてさらにね、1枚上手2枚上手に進化する時、進化の痛み、生みの苦しみっていうのが必ずあるから、常に自分にストレスをかけた状態で、足場を固めろみたいなね、それがコンフォートゾーンを抜けろってことだと思います。快適ゾーンを抜けろって意味ですよね。ですので私もですね、 FX で結構気楽にさせてもらってるんですけども、ただし実力は上がってないんですよ。で、私は例えばね、年間で1000万ぐらいの利益が FX で取れればいいなと思ってるんで、年間で1億円みたいな世界は望んでないっていうかね、そのトレーニングに入ってないんですよ。ですから今私は師匠不在なんですよ。自分の持ってる力をずっと使ってるだけ、いわゆる作業になっちゃってるんですよね。だ、これがあんまり良くないことだなと実は思ってるんですよ。それから他のことでも、このビジネスにおいてもですね、じゃあビジネスを私はそれほどまでに進化させようとしてるかっていうと、してないんですよね。今持てる力をずっと使ってる感じです。ですのでどんどん落ちていきますよね。なんで落ちていくかっていうと、周りは進化してるからなんですよ、ね、吉田さんもそうですしね。懸命に毎月コンテンツ作ってセールスして集客してっていうのを繰り返してる人にやっぱりかなわないところがあります。でも私は目的がお金が増えればいいんで、投資を手にしたらやっぱりビジネスの力っていうのは弱くなっていきますよね。その分投資の方の利回りとかをしっかりと取れるように、リサーチにかけた時間をね、お金に変えていくって形になりますけどね。いずれにしても何か今まで自分がしたことがないことをしようと思うと、それはしてない、使ってない筋肉を使うわけですから、やっぱり負荷がかかって痛みとかありますし、苦しかったりしますよね。で、今日のね、コメントにもあったんですけども、メッセージにもありましたけども、 YouTube を始めてねしばらくしたんだけども、その誹謗中傷がものすごく来て、もうちょっとストレスになってきてると、どうしよう、やめようかって話だったんですよ。そうなんですよ、 YouTube をやってない時には感じなかったストレスを YouTube を始めるとやっぱ感じるんですよ。それやったことないことをやれば感じたことないことを感じちゃいますよね。それがいいことであり悪いことであり、だから新しい世界に漕ぎ出すってことは、新しい世界の喜びや夢もありますけども、逆にですね、失望とか痛みってのもあるんですよ。それはトレードオフですから。で、今のままにいると痛みもないけど進化もないわけですよ。だからこの辺をどう天秤にかけていくかっていうことと、目的のためなら、自分の人生を達成させるという目的のためなら、幾ばくかの苦痛は耐えていくぞというところで、人の歩みっていうのは決まってくるんじゃないかなと思いますね。ほとんどの人が部活とかね、受験を経験したと思いますけども、部活には腕立て伏せとか、運動部だったら特にね、基礎練習とか走り込みとか声出しとかあると思うんですよ。で、あれはやっぱり面白くないし苦しいわけですよね。でもあれをやらないと実際の試合っていうのがやっぱりね、おぼつかなくなってきたりとか、対戦相手はそれを全てこなしてきてるわけですから、やっぱりリングに立った時にね、その時点でもう負けを宣告されちゃうみたいなこともあると思います。自覚するし自覚されるしって感じですよね。それから受験でもそうですけども、会場に行った時はもうすでに勝負が終わっていて、そこまでどのぐらい自分の力を割いていたかとかね、目的のためにどれぐらい自分の力を掘り返していったかっていうところが現れてくるんだと思うんですよ。商売も結局一緒で、億万長者合宿で私がね、自分のメディアで皆さんを紹介しますよって言いましたけども、もうすでに勝負あったですよ、その時にはね。だって紹介するべきものを持ってないし、私とのコミュニケーションがそのライブでねできなかったりするわけですよ。まあ、私が誘導したんでできたと思いますけども、ああいうのも実際事前に私は吉田さんのやり取りを聞いてですね、で、どんな質問が来るかってことも課題に出したわけですから、その質問に対しての答えをやっぱり練習しておくとかね、それも効果的にマーケットに刺さるように、できれば自分の商品がものすごく興味を持たれて売れるようにね、そういうふうな受け答えをして、私はただうなずくだけでトークがね、対談が成立するようにするぐらいのことをやってもよかったんじゃないかなと思うんですよ。ということでね、苦しみや痛みを避けていては絶対に成功しないし、あとね、肝心なことですけども、無傷で成功することもないんですよ。それこそ片手片足一本ずつ取られても、腕の一本や二本失ってもですね、自分の人生は絶対勝ち取るぞぐらいの気概はいるでしょうね。で、私はそのぐらいが気概があったかっていうと、私はないんですよ。だから私をモデルにしちゃダメですね、そこは。私は目先のことを適当にこなしていたら、適当にこなせて今に至るっていう形なんで、歯を食いしばって苦しいところからね、這い上がっていったみたいな、私は美談がないんですよ。ですので、私ね、
本当だったら苦しい思いしてもう2点3点してズタボロになりながらここまでたどり着きましたみたいなドラマをお話したいんですけども、ないんですよね本当にね。なんかやったらこうなったみたいなことなんで、あんまりね感動するようなストーリーもないですし、なんか貴重な失敗談とかもないですしね。そもそもその失敗みたいなことも成功したこともないんですよ。私の振り幅ってのはそのぐらいなんで、やったらできた、やったらできた、やったらできたの繰り返しなんで、もちろんできなかったこともあるんですけどね。言ってみれば私はやったらできたこととやってもできなかったことの混合剤でできてるんですよ今の今日は私は。だからできてないことも結構多いですからね。そんなこと知らなかったのとか、そんなことやったことないのみたいないっぱいあると思いますよ、でもどちらにしても私はほとんどの人が痛みを感じるところを通り抜けてここにいたってことですよね、YouTube が作るのが苦痛だとかっていうこともないですし、楽しいっていうのも逆にないかなと思いますよね。ただありがたいと思いますよね。YouTube みたいな仕組みを使わせていただいて、少なくとも視聴者さんが毎回毎回動画上げるたびにね100人前後見てくださる、こんなに嬉しいことはないと思いますね。その喜びに比べたら少々の苦痛は苦痛じゃないですねもうね、やっぱりこうね見てくださる方がいる、例えばですよ、私じゃないんですけども、どなたかがね、あなたでもいいですよ、 YouTube を作るときにものすごく大変な思いをするとするじゃないですか。一人でも見てくれたらもう全部報われるんじゃないですか。そのくらいの気持ちでやったらいいと思いますよ、YouTube せっかく作ったのに再生数がたった3かたった5かみたいなね、その3とか5を軽んじるようだったら100や200には到底及ばないですよ。やっぱりアクセスしていただいた1を貴重なもんだと思って、その人の環境をいかに深くするかだと思います。で最後にちょっとね私の体験を申し上げますけども、私は視聴者さんによくプレゼントするんですよ。でそれはプレゼントしたいですよ。この前もパンを送りました。で一蘭じゃないや一風堂のねカップラーメンも送りました。ペヤングの焼きそばも送りました。こんなことですけども郵送したくなるぐらい、私はね自分の好きなものを送りたくなるぐらい視聴者さんには感謝してるんですよ。それに比べたらね、そういったことができるのに、そういった体験ができるのにちょっとアンチコメント入ったぐらいでへこたれられないですよ。それは私の動画を楽しみにしてくださる方とかね、私に縁を感じてくださる方に顔向けできないですよ。そんなおかしなコメントに反応してたら、私は変なコメントをする人に向かってやってるわけじゃなくて、私の動画をしっかりと受け取ってくださる方に対してメッセージを送ってますからね。じゃあ綺麗にまとまったんでこの辺でいってらっしゃい。